さて、ラクソブチャンネル、今日はですね、愛媛の南の端の町、愛南町から素敵なプレゼントが届きました。愛南町のうさぎ堂さんというところ、ここはですね、愛媛の南の町をいろんなもので知ってもらおうということで、全国発送されているところなんですけども、そこから海の幸が詰め合わせで、まずはじゃこ天、天ぷらって書いてるんですけど、あの愛媛の南予の人はこのじゃこで作った揚げ物のことを、練り物のことをもう普通に天ぷら、天ぷらって言います。で、あとこの天ぷらとくず、ちくわとかかまぼこのことを総称して、魚をこう崩して作るので崩しと言います。これすごい、浜栄さんというところの、まずはじゃこ天。そしてこちら、これめっちゃ綺麗、これ自然の造形美とは思えないほどの日扇貝という、まあ、ホタテ貝のようなあの貝柱、ホタテよりは若干小さめの貝柱をいただくんですけども、これはオレンジでしょ、これ黄色でしょ、これちょっと紫がかったりして、こういう綺麗な貝、これが日扇貝。そしてもう一つ、サザエでございます。お魚くわえたサザエもゴロゴロ入ってます。さあ今日はですね、これらを、炭を生かして炭火で焼いたり炙ったりしていただきたいと思います。さあ炭を生かして今、うさぎ堂の方に聞いたら、サザエは一旦茹でるというか蒸すというかあれして、まあ、蒸すというか茹でるってですね、身を切って出汁を入れて今焼いてます。で、ひよぎはそのままで、じゃこ天はもうちょっとね、浜江さんとこの薄めなんで、もうこんなに焼けてますよ、いい感じ。あ、今ひよぎがパカッと開いた。ではじゃこ天からいただきます。おお、甘い、ないよな味、これだけでうまい、シンプルでうまいな、じゃこ天ってなんでこんなうまいの、うまい、これ酒が出てほしくなりますね。今日はですね、酒はないんじゃないんですけども、西条市の清流酒造さんの伊予鍵屋、こちらを、これは何だ、純米大吟醸をいただきたいと思います。あ、サザエがもういい感じなんで、ちょっとお酒を早めに。では皆さん乾杯です。あー、日本酒に絶対このじゃこ天合いますよ。ほんでこのサザエがもうふつふつと、で、一つは何もそのままなんですけど、一つはちょっと梅干しを入れてるという、もうね、身は煮えてるんでいいと思います。おお、二つともちょっと取っとこう、もうこんな感じで。ではでは、まずはだしだけのやつ、こんな感じで。おお、サザエは、まあ、生で刺身で食べるときもありますけど、あれ結構硬いでしょ、これは火を通すとふわっと柔らかくなって、だし吸ってうまいですよ。で、ちょっと梅干しもちょっと乗せてるバージョン、これもこれ合う。
梅干し合いますね。うん、でまたこの先は行くという。サザエはなんかね、ホームページ見てもらいたいんですけど、うさぎ堂さんの時価でちょっと金額が上がったり下がったりするらしいんですので、もし注文される方はその時にお確かめください。はい、ちょっと焼けすぎたらいかんので、チャコ天を避難させておく。ひよぎもいいかな、これ逆かな、こっちかな。ひよぎもいい感じにこう開いてきました。結構すぐ焼けるもんですね。これどうですか、ひよぎ。ちょっとカメラさん寄ってもらっていいですか。アップ、ホタテよりね若干小さい。はい、こういう感じでひよぎが焼けております。こうあの周りのこう貝の貝柱じゃない周りのところも一緒にいただきます。熱いよ、混ぜて。これは磯の香りがたまらんですね。で貝柱の甘みとで、これ何にも味付けしてないんですよ。醤油も何も垂らしてなくて、このちょうどいい味。いやー、海を食べてるなっていう感じ。そして地酒を飲むという幸せな時間が。このひよぎ貝の方もホームページにキログラムとあと金額が載ってますので、うさぎ堂愛媛、うさぎひらがなで銅は銅ですね、銅です。それで調べてみてください。いやー、まだまだねあれだけあるんで、どんどん食べてみたいと思うんですけども、この後はじゃこ天のアレンジを見ていただきたいと思います。あのですね、じゃこ天はいろいろアレンジが効くということで、おでんに入れてもいいですし、野菜炒めにこう切って入れてもいいですし、ほんとね、いろいろアレンジが効くんですよ。で、僕が昔から慣れ親しんでいる味、そして南予の方はやったことがある人が多いというのがこれです。じゃこ天カレー。今日はわざと具材を少なくしてじゃこ天を多めに、そしてちょっと青いもの、これ豆かな、を入れてみました。いやー、これ絶対うまいですから、やってみてほしい。じゃこ天カレー、いただきます。おー、うまいな。あのカレーにね、じゃこ天が負けてないんですよ、これが。今日ちょっとあのご飯なしで、おつまみカレーにしてますけど、この浜和さんとこの合うカレーにも、これもちろんご飯にも合いますし、ビールとかハイボールとかそういうお酒にも合うと思いますんで、やってみてください。愛南のじゃこ天でじゃこ天カレー。さて、締めはですね、じゃこ天を使った炊き込みご飯でございます。たっぷりじゃこ天を入れて、あとは人参とかごぼうとか、これね、あの混ぜ寿司、まあ、バラ寿司とかチラシ寿司とか言ったりしますけども、混ぜ寿司なんかも愛媛の人は、南予の人はじゃこ天入れたりするんですよ。もう僕も大好き でこの炊き込みがまた、まあ今ちょっと湯気が立ってるんで、熱々のうちにいただきたいと思います。Thank you.
テンはたっぷり入ってる。いきますか。だしがめっちゃ出るんですよ、ご飯に。だから味付けはほんとうっすら醤油とかでいいと思います、このじゃこ天メインに。で、油揚げとか入れてもいいし、あの大根を切って入れてもいいし、合います。これおすすめです。みんなもやってみてください。あー満足。もう今日はね、大満足。愛南の海の幸、うさぎ堂さんのホームページで、注文できるものが確認できますので、ぜひ皆さんも愛媛の南の端、愛南の味を楽しんでください。うさぎ堂さん、ありがとうございました。